大嫌いなのに冷たくされると悲しい。ユニ、それは恋だよ。恋？大嫌いと大好き、両方あるのが本物の恋なんだ。お久しぶりです、桜井先生。私たちまた付き合っちゃった。どうしてナミちゃん泣いてるの？ユニが泣かないから、あまりに泣いてあげてるの。近距離恋愛。